風呂上がりだよ、風呂上がり、お風呂上がり、お風呂上がりだよ、お風呂上がり、お風呂上がり。元カノのさ、親にさバレちってさ、元カノの親にあの人とはどうなったのってバレちってさ、なんかやましいことなんもしてないんだけど、すげえ申し訳なくて、やましいことは全くしてないんだけど、すげえ申し訳なくてさ、お前ネットタレント名乗るの、俺ネットタレント名乗るから応援してね、みんな。え、もう名乗るしかないじゃんって名乗るしかなくない？だって俺さ、え、何をしてるんですかって言われてさ、いやー俺ちょっとね、ニコ生でチャンピオン目指してましてって言えねえよ、さすがにさすがに言えねえよ。分かってくれるやついねえだろそんなの。いやー俺ちょっとニコ生でちょっとチャンピオン目指してましてとか言えねえよ。ちゃんと言うよ、俺チャンネルをもらってドワンゴと、ドワンゴから委託されてやってますよごめんね、なんか裏切っちゃってみんなのこと。もうそれしかねえ俺が生き残る道じゃない。カメラ出すと声のトーン変わる。違う、上でやってるから。あ、上でやってるからっていうかあれなんだよね、部屋違うから、部屋が違うから部屋が違うんだよ。元カノの親にバレてどうなったの、お仕置き食らうに決まってんだろうが。お前感情を表に出せるようになってきた。なんか緊張しちゃうじゃん普通に。もう全部全然緊張してないよ。